ブライアン・カセンティーには、アメリカ合衆国の経営者、プロデューサー。カリフォルニア州サンノゼ出身。カリフォルニア大学バークレー校で、経営管理学の学位を取得後、サンタクララ大学で、MBA と JD を取得。ディズニーテレビジョンアニメーションの開発アソシエート、クリエイティブ、エグゼクティブとして、エンターテイメント業界でのキャリアをスタートさせる。 1998年に FOX 放送に開発番組制作担当マネージャーとして入社後、FOX ファミリーチャンネルの番組制作開発ディレクターとなり、2000年に FOX ファミリーと FOX キッズネットワークの最新番組制作担当副社長に昇格。FOX ファミリーと FOX キッズの番組制作を監督した。 フォックスファミリーが、ウォルトディズニーカンパニーに買収され ABC ファミリーに、改称した後、開発最新番組制作担当副社長となり、テレビ番組の開発と制作を監督した。2010年にサバンブランドに入社し、開発制作担当上級副社長として、コンテンツの監督と買収を手がけ、2015年7月30日から、 パワーレンジャーフランチャイズ担当上級副社長。その後、パワーレンジャー制作組織となり、パワーレンジャーシリーズの開発責任者として、コンテンツ開発と制作を監督していた。2018年、サバンブランドの資産が、ハズブロに買収された後、オールスパークピクチャーズのパワーレンジャーフランチャイズ開発制作担当上級副社長となり、2019年7月に、 辞任することが発表された。ありがとうございます。